あなたは心の底では人を傷つけたりしたくない。戦いを望んでなんかいないんじゃないか。ただあなた自身気づいていないだけかもしれない。言い残すことはそれだけか。ならばこれで終わりだ。さらばだアンドロメダ。誰だ。フェニックス一騎。兄さん、やっぱり来てくれたんだね。ミン、シュンの言った通り、お前の剣は何か違う。剣そのものは強力な殺人剣であっても、なぜかお前のコスモの底から殺気を感じない。私から殺気を感じないだと？私は自らの剣によって我が父を殺した男なのだぞ。なんだと？私の父フォルケルはアスガルド一の勇者と称えられていた。だが私は幼い頃より一度も愛情を受けたことはなく、それどころか厳しい訓練で日々責められ、孤独だけが友だった。だが私はある日知ってしまったのだ。かつてアスガルドが隣国との戦いに巻き込まれた時、フォルケルがある戦士と戦い、傷ついた夫をかばおうとした妻をも情け容赦なく殺してしまったことを、このミーメの実の父と母を、フォルケルを殺しても私の憎しみは消えることはなかった。ますます燃えたぎる憎悪を自らの剣に託し、戦いのみに生きてきたのだ。それでも君は私から殺気を感じないというのか、フェニックス。似ているな、昔の俺に。何？俺もかつて全てに憎悪の炎を燃やし、この剣アテナにすら向けたことがあった。だがその時は俺自身にもわからなかったが、心の底では何かに飢えていた。何かを愛し信じたいと願っていたのだ。今のお前のようにな。ふん、よまいことを。お前はそれを認めたくないだけなのだ。それ以上喋るな。この線を越えると死ぬぞ。私には君の心が手に取るようにわかる。はいと。君はもう逃げられない。初めてお前から殺気を。それほどまでにこの俺が憎いか。強力転生。万が一この俺を倒したところ、その憎しみが消えるわけではないの。ミーメ、お前自身が一番よく分かっているはずだ。何？お前が本当に憎んでいるのまして父フォルケルでもない。愛する父を殺してしまった自分自身なのだ。誰？勝手な想像はやめろ。燃えろ。潔く自らの罪を認め、あの世の父に詫びよ。そして祖国アスガルドを救うためにこそ戦え。それがお前の父フォルケルの望みではなかったのか。お前の全身切れをつかっぱにしてやる。黙れと言っているのが聞こえないのか。あの時のように究極にまで高めてみせる。燃えよ俺のコスモよ。この身によみがえる究極のコスモセブンを手にしずよ。フェニックス、君という男のどこにそんな力が。いかにお前が殺気に満ち溢れようと、必ずしもコスモが高まったことにはならん。まして自らの心を偽ろうとする卑怯者の剣なのだ。このフェニックスは倒せん。ストリンガーレクイエム。ストリンガーレクイエム。